こんにちは、マサです。金に関して詳しい女性がいるんですけど、この女性に色々質問しました。私より詳しいです。では早速質問しますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。一つ目の質問なんですけど、金はインフレに強いって言われてますけど、デフレにも強いんですか基本的に両方に強いです。 インフレとは、物の値段が上がることを意味しますが、つまり、通貨価値の下落です。ですので、物である金はインフレに強いとも言える。一方でインフレ時には、中央銀行は政策金利を上げます。今現在のアメリカの政策金利は5%です。金利を上げて、物価を抑えようとするのです。金を持っていても利息を生まないので、 特に基軸通貨であるアメリカの金利が上がると、金は売られる傾向があるのです。インフレ時には、金価格は上がる傾向にありますが、金利の上昇も招くので、この二つの綱引き状態です。一方でデフレは物の値段が下がることを意味しますが、つまり、通貨価値の上昇です。しかし、デフレ時は景気が悪いので、企業は物が売れない。 さらに、同業他社と値下げ競争に巻き込まれるのです。そうなると、企業は何かしらの経費を削らなくてはいけないのですが、真っ先に削られるのは人件費です。ですので、デフレ時には、給料が上がらず、物が売れなくなるのです。だから、体力がない企業は倒産します。そうなると、銀行の体力も削られますので、金融危機につながる可能性もあります。だから、 安全資産としての金が買われるのです。さらに、こういう不況時には、中央銀行は金融緩和を行います。つまり、金利を下げ、お金をジャブジャブ供給するので、利息がもらえない金にとっては、マイナス要素が消えます。お分かりいただけたでしょうか少し補足をさせていただきますが、価格決定要素は他にもあり、そう単純ではありません。過去、アメリカが利上げをした時期、 実は、金価格はほとんど上がっているのです。現在のアメリカの政策金利は5%ですが、それでも、金価格は上がっているのです。例えば、金融危機が重なったりすると上昇します。今回で言うと、シリコンバレー銀行の経営破綻ですね。お分かりいただけたでしょうかはい、よくわかりました。次の質問なんですけど、金はどういう時に上昇しやすいんですか 有事の金と言われている通り、戦争時には上がる傾向があります。ロシア・ウクライナ戦争の時にも、金価格は上昇しました。しかし、金の価格が上がるのは一時的で、すぐに下がる傾向があります。戦争は、一般的にすぐに始まるわけではなく、いくつかの段階を経て始まります。そのいくつかの段階を経ている時に、金価格は上がっていくのです。そして、 戦争が始まったら利益確定で下がる傾向があります。もちろん戦争によって金価格が上がっても喜べない現実があります。あとは金融危機の時にも金価格は上がりやすいです。例えばリーマンショックです。2008年のリーマンブラザーズの破綻が発端になったリーマンショック。この時金価格は上昇し当時の最高値を更新しました。記憶に新しい アメリカのシリコンバレー銀行の経営破綻時にも金価格は上がりましたクレディスイスの一部の社債が無価値になるまでに危機は発展しました社債も株式も発行体が倒産すれば終わりですが金には発行体がありませんだから安全資産として認識されているのですこんな感じでいいでしょうかはい大変よくわかりました今日はこれで以上ですまた今度お願いします はい、わかりました。今日はありがとうございました。